ここに乗ればいい。ジャン君、おはよう。おはよう。ポンちゃんは？ポンちゃんはそこでいます。ポンちゃんもおいで。おいで、おいで。ポンちゃんも呼ぶと来るようになってきて。いい子だね。ポンちゃん、背中になんかついてる。ジャン君。はい、ジャン君、ゴロンしよう。ゴロンゴロン。はいよ。ジャン君、何それ。開きになってるの。かわいい。かわいい。黒犬おじさん、体中筋肉痛です。とうとう2日目の筋肉痛の方が強いっていうの分かるようになってきました。前はね、筋肉なさすぎて当日から筋肉痛っていうの多かったけど、何日と、あれ翌日じゃないよね、昨日1日あったんだから2日目だ。うん、2日目っていいんじゃない？っていうのか、うん、みんなそうなのか、うん、ポンちゃん、ポンちゃんかわいいね、ポンちゃん、いい子だね。ポンちゃん面白いね、うん、ジャン君も並んでみたら。ジャン君おいで。意味がわからん。ジャンク人形がね、ジャンク人形がポンちゃん人形の上に乗ってるんだよ、ポンちゃんが。で、ここに乗ればいいのか。ね、それは、ね、ポンちゃんの、ポンちゃんの方がジャンクに乗るんだもんね。ね。ジャンク。あたち女の子だから上よ。ちゃんのお腹の上に乗って寝るなって。何がしたいの？ジャン君、はい、ジャン君、おいで。こっちおいで。はいはい。ジャン君。うん。うん。ポンちゃん、おかえり。ポンちゃんは暑い日でも隣のこたつ型のハウスに入っております。いつもです、ここのとこ。ジャン君はこっちで寝てるのね。で、なんかちょっと寂しくなったからドアのとこまで来て、にゃーって泣いたのね。そしたらジャン君が少し迎えに行ったんだかな。いや、ちょっと出てきただけみたいな感じ。
ジャン君は、ジャン君が出てきたよーって、ジャン君いるよーって言ったら、うん、ポンちゃんは部屋に入ってきました。目が覚めたらジャン君に会いたいのねー。ポンちゃんポンちゃん。ポンちゃんはジャン君にくっついてたいのねー。かわいい。ジャン君、ポンちゃんがずっと見つめてるよ。ジャン君、ジャン君、また水。